こんにちは。ちょっとまた。ごめんなさい。充電切れた。充電しながらやってたのに。なんやらおかしい。あ、逆だ。ボン。来た。やっほー。ごめんね、切れちゃった。なんで切れたん？学校お疲れでループしてた。ちょっと待って。どうしよう。ここやん。よいしょ。お待たせ。ごめんごめん。こんにちは。今日も変がかったらこんにちは。先ほど帰宅してきました。ただいま。またただいま状態でございます。いつものソファーじゃないんだね。そうなんですよ。ちょっと気分を変えてお送りしていきたいと思います。そう、テレタマ出るんです。今日発表になったかな。テレタマに出させていただきます。なんか最近割とテレタマさんに出させていただく機会が増えまして、本当に嬉しい限りでございます。なんかすごい言葉固くなっちゃう。なんで劇場版の4時が今日から。わ、それ先に言わなくちゃ。皆さん、そうなんですよ。元気で、あの、私、紅葉地フラグの紅葉地フラグの4時販売からなんと追加で握手会させてもらうことになりまして、ただみんなよりすごい遅れ、みんなより1ヶ月ぐらい遅れての追加ということで、人が来ないんではないかとめちゃくちゃ心配しておりまして、もし会いたいなって思ってくれている方がいらっしゃいましたらお待ちしております。ぜひぜひ。ちょっとなんかちゃんと言おう。今日からもんね。今日からだもんね。ツイートしますね。いやーもう怖いよ。4時が今日から、そして待ち込みが今日告知になって、待ち込みの、あとなんかもうさ、言い忘れることがさないかすごい不安。でもとりあえずショールームだけでもね、こうお話ししてたらみんながこうね拡散してくれる。ダメ、そんな人頼みじゃダメよ。今日から明日12時まで、そんなに短いの？早く言わなくちゃ。皆さん、4時販売、私追加参加させていただきます。いつ発表された？昨日発表されたんだよね。
4時ソーダ、4時ソーダで調べたら出てくるかな。いや、めっちゃ正直ガクブルなんですよ。本当に大丈夫か。これこれこれ、めちゃくちゃ不安なんで、不安だから来てほしいわけじゃないんですよ。なんですけど待ってます。ちょっと待って、ちょっと待って、これや、まずこれを。名古屋に行ったことがないので SKE 公演を出しに行こうと思います。ありがとうございます。4月17日土曜日、京都パルスプラザ12456。4月24日土曜日、愛知スカイエキスポ12456。4月25日愛知スカイエキスポ12456。抽選申し込みは今日の15時から明日の正午までとすごく短くなっておりますので、皆さんぜひお待ちください。お待ちしております。ちょっと待ってね。今もう私本当にみんなとこう生きてて学んだことがあるの。気づいた時にやる。4時販売恋落ちフラグ、4時販売から追加で握手会、3日分なんて書いたら分かりやすい、握手会が追加になりました。急遽なんですよ。本当そうですよ、急遽。嬉しい。ちなみに私これだってみんな知ってると思うけど、自己申告で、できるようになったんですよ。めっちゃ嬉しいのですよ。めちゃくちゃ京都パレスプラザ、4月24、25、愛知スカイエキスポ、いずれも12456部です。56部で参加します。12456で合ってるよね。休憩お疲れ。12、明日締め切り、明日の正午までだよね。までと短いですが、ぜひお待ちしております。恋落ちフラグ、急遽4時販売から3日分握手会が追加になりました。握手会が3日分にしよう。3日分、4月17日京都パルスプラザ、4月24、25愛知スカイエキスポ、いずれも12456部で参加します。締め切りがぜひお待ちしております。急遽なのでかそらないか不安。不安でガクブル。ガクブルって古い？ガクブルって古い？
トゥトゥトゥル現地で豆腐会だ、握手会じゃない、わありがとう。現地で豆腐会だ。 AKB3 期が羨ましいということは思うことありますか。いや、ないです。私は SKE に入れてよかったと思っています。あ、握手会だってなくてトーク会だ、直し忘れた、すっぴんです、ごめんなさい。あ、握手会じゃないよ、まあ直そうと思ったのに。現地でトーク会、まあいっか、みんなわかるよね、みんなすごくもう把握してくださってるからわかる。分かってくださる。私だけ握手会だったらいいのに。本当時代とか関係なかったら握手会だったらよかったなってめっちゃ思う。それはとっても、目をつぶって喋らない3分お願いします。現地でトーク会、よし、いけたぜ。ちょっと待ってね、一瞬切れるかも。